シモーネ・ビッテンコート・デ・オリベラは、ブラジル出身の女性歌手。ブラジリアン・ポピュラー・ミュージックで、主に活動している。37枚のアルバムを発表している。シモーネは1949年12月25日、ブラジルのバイヤア州サルバドール市で、9人兄弟のうちの第7子として生まれた。父親は、無類のオペラ好き、母親は、ピアノとギターを弾いていた。 シモーネが初めて母親のギター伴奏で歌った曲は、アリバ・ロッソのリスケーだった。子供の頃はスポーツが好きで、水泳、自転車、陸上競技などが得意だった。10歳の頃、背が高いからという動機でバスケットボールを始める。16歳の時、家族と共にサンパウロ州サンカイターノドスルへ引っ越す。サントスの大学では、体育学を習得し、 バスケットボールの選手として2年間ナショナルチームでプレーしていたこともある。22歳の時、友人の家でのパーティーでギターをバックに数曲歌ったのを言い合わせていたオデオンのマーケティングマネージャーが耳にし、レコーディングのテストを受けるように彼女を誘った。サンパウロのスタジオで録音された音源は、リオのアーティストディレクターのもとへ送られ賞賛を得て、 4年間のレコード契約を結ぶことになった。1970年代1973年、最初のアルバム、シモンを発表。テレビにも初出演し、エリゼッチカルドーゾと共にバラコウを歌う。エキスポソン73のレコーディングに参加。ホベルト・ヒベイロやタンバトリオなどが参加して行われたショーのヨーロッパツアーにも加わった。74年、アメリカツアー。 セカンドアルバム、クアトロパレデスを発表。76年には、シコブアルキのオーケセラを録音し、映画、ドナフロールと二人の夫のテーマ曲になった。彼女の最初のヒット曲は、ジュラセクレタやフェイス、エフェイスである。78年、ミルトン・ラシメントラ大物アーティストの曲を歌い上げた、アルバム、セガラで歌手としての地位を確立した。 1979年にリリースしたアルバムペダススは最初のゴールドディスクとなった。1980年代アルバムペダススのコンサートが79年12月末に行われ、そのライブ版シモンアオビーボが1980年にリリースされる。その中でシモーネはプラナオディーゼルクナオフォレイダズフロレスを歌った。この曲は1968年にヘロルド・バンドレが 作詞作曲したのだが、反戦家として、当時のブラジル軍独裁政権によって歌うことを禁止されていたのだ。彼女はこの曲を、公の場で初めて歌った歌手となった。同年、ヘジグローボが、グランデス・ノーメスシリーズの第一弾となる番組、シモン・ミッテン・コートでオリベーラを、テアトル・フェニックスにて収録、放映した。年、CBS と契約後リリースした、アルバム、 アマールはプラチナディスクに匹敵する売り上げとなった。また82年発売のコーポ・イーアルマは70万枚以上の売り上げに達した。83年、シコブ・アルキとエド・ロボによる企画アルバムオーグランデ・チル・コミスティーコにメウナ・モラドで参加した。1985年に来日15カ所でコンサートを行った。8月22日渋谷公会堂。 25日、苫小牧市民会館。26日、筑波万博会場。27日、名古屋市民会館。28日、大阪厚生年金会館。29日、神戸文化大。ホール。30日、八幡市民会館。31日、福岡市民会館。9月3日、松山市民会館。4日、福山市民会館。6日、川崎産業文化会館。7日。 浦和市文化センター、8日、石川厚生年金会館、10日、宮城県民会館、11日、中野サンプラザホール。この時期、4枚のアルバムが日本版でも発売された。個人生活、私の欲望、望み、クリスタル、愛と情熱である。1986年、初のポルトガルツアーを行い、8都市を回る。アルバム、 クリスタルが当地でもプラチナアルバムとなり、ポルトガルのポピュラー界では史上初の快挙となった。ありがとうございます。